ZX12R のスロボですね。バイクにつくときはインジェクターがある側が下側ですね。この向きで使うんですね。で、車で使う場合には普通はこうなってインジェクターが上側になるんですけど、BP の場合はインジェクターがいらない、ヘッド側についているので、これを ISCV の空気を入れる穴に使っているという格好ですね。で、これ格好悪いんでひっくり返すと、こっち側がバイクヘッド側になって、スロットルのドラムが車体の前側に来ると。で、こっち側のスペースが厳しいので、非常にこのレイアウトは都合がいいということになります。まあ、見た目としては、この間に、スロットルボディとスロットルボディの間にドラムを仕込んでやって、まあ、引いてあるようにすると、ドラムが目立たなくなって、かっこいいのかなと思うんですけど、結構作るのは難しいんですよ。前にご紹介したように、ここにこれ今外れるようになってますけど、こう、スクリューとスプリングの間にスレーブ側のレバーが挟まる格好になってるんですけど、このスレーブとマスター、こっちがマスターでこっちがスレーブですね。この関係を壊さないで、ドラムをつけようってなるとこっち側にドラムをつけるようになるんですよね。で、よいしょと、見ての通りこっち側は圧入、もしくはかしめになってるんですかね、わかんないですけど、これはネジ止めじゃないんですよ。で、こっち側がネジ止めになってるんで、こっち側も自由に、これもともとついてたドラムをこっちにか加工しちゃってドラム削り落としてストッパーだけ活かしてる、このストッパーだけ活かしてる状態なんですけど、まあ、これをこれ NA6 のやつですね、まあ、付け替えてやったりとか溶接して合体して取り付けてやったり、まあ、自由にできるんですけど、こっち側ってなるとまず溶接ができないので、このままでは、まあ、できるか、溶接できますね、このままね、まあ、熱かけると外れてくるかもしれないとか、今回は別に間には樹脂ワッシャーとか入ってないので、ティグ溶接できますね。うん、ここにドラム溶接してあげれるわ。ボルトなんとはいかないけども、バタフライを外してきて、シャフトを抜いてっていう、おっかない作業はしなくていいですね。あ、いけるんだ。まあ、この隙間に入れてある格好ですね。この隙間に入れてやって、そしたらこれは生きるので、そんな難易度高くないな。スペース的にもあるから、あ、こういう風になればいいのか。ボルトオンで考えてたので、となるともうこっち側、スレーブ側にボルトつけ、スレーブ側に乗せるようになるんですよね。で、それも簡単にはデザインできないんです。ここにストッパーがいるんですよ。で、そのままこれドンでつけちゃうとストッパーと干渉するんですよね、当たり前だけど。なのでこれオフセットしてやんないといけないんですよ。なので取り付け面はここだけど、そこからドラムがオフセットする格好になるので、まあ、作成自体は結構難易度が高くて、アルミだと持たなくて鉄で作んないと形状的に厳しいと思うんですよね。まあ、ボルトオンで作ろうと思ってたから、ちょっと難易度高すぎるからダメだなと思ったんだけど、マスター側のレバーに溶接でいいんだってなったら、ここ真ん中切り飛ばしちゃってガッチャンとこう差し込んで、こう、溶接止めちゃえばいいですもんね。いや、悪くないアイディアだな。まあ、でも最初考えてたのは、すごい簡単です。さっきちらっとお話しした、このストッパーがついてるこいつを活かしてやって、ちょっとストッパーどうなるんだっけな。そうだ。よいしょ、こうですね。ストッパーが生きている状態。カチンとストッパーに当てて止まるよっていう状態で、でも真ん中はほんともともとぴったりだったんですけど、角度合わなかったんで、ドリルで落としちゃってますけど、NA6 のスロボを。スロットルドラムをつけてやって引っ張ると、すげえ話はシンプルですね。で、ワイヤーの受けをこっち側に
延長してつけてやるということを考えてました。まあでも一回シンプルな方法で一回作っちゃいますかね。まずこいつ溶接で合体させましょう。じゃないですかね。剥がれることはないかと思います。ちょっときれいにします。まあいいんじゃないですかね。ちょっとここビート汚いけど、素人ですからね、こんなもんでね。はい、お、溶接で引っ張られたんですね。穴が合わない、ボルトが入んなくなっちゃいました。マジか、こう引っ張られたんですね。このとこですね、バンドソーでちょっと切れ目を入れてブイッと起こしてやって、だボルトが入るようになりました。まあこのままこいつをジグとして使うのもちょっとあれなんで、そーっと取り外して万力でバッチって固定して溶接してあげようかなと。ついでにこのクラックの部分を埋めちゃうといいですね。やっていきたいと思います。ちょ、こんな感じでくっつきました。で、裏面がクラック残ったまんまなので、これをまたこっち側から溶接します。無事にここの切り替えた部分もくっつきまして、でこれでストッパーがちゃんとここ生きてて止まるよと。この状態でスロットルちゃんと前閉になります。でここは調節ができるよ、ここは調節できるよというスタイルになってますね。これだとここをこいつら溶接しちゃえば、ドラム溶接しちゃえば、まあほぼほぼいい感じかなと思ったんですけど、ファンネルがつきません。干渉しちゃってですね、ファンネルがつかない。でここ一回ちぎって、こっちにオフセット出して溶接するという作業が必要になります。まあ、ザ行き当たりばったりですね。まあ、簡単なんでやっていきたいと思います。Thank you.
まあ、昔の前に比べたらだいぶいい感じですね。もうちょっと左右振るべきだったなっていう感じはしますけど、ちょっとスラブの巻き込みはさほどじゃないかなって感じ。こっち側は綺麗にいきましたね。こっちはスラグ巻き込むこともなく、アーク切りながらですけど、綺麗にビードが並んだんで、今までちょっと一回ビードアーク切った後にもう一回落とす位置が、ちょっとビビっちゃって、離しすぎてたような気がするんですよね。もっと突っ込んでいかなきゃいけなかったんだなっていうのを思ってます。熱引けてきて暗くなってきたところに、もうちょっと明るいところ狙って落としていかないと、綺麗につながらないのかなっていう感じがしてます。まあ、なんかここは綺麗にいったんで、あ、うん、こっち側はちょっとこの辺ちょっと失敗してますけど、まあ、くっついてはいるんでね、まあ、無駄にごついねこれね。合わせなくなりました。溶接あるんですね。幸い台座が回るんでよかったですけど、危ないところでした。くっつけたら回せなくなりました。残り溶接します。スロボ磨きました。
少し見られるようになった感じがしますね。かっこ悪いな、このスロボーと思ってたんですけど、まあ磨いてやったら、あとこのゴムホースですね、取ってやったらちょっとかっこよく見えてきましたね。じゃあちょっと組み立てていこうと思います。出来上がったワイヤーナウターステーですね。これドラムですね。一応ここのとこちゃんと溶接くっついてますね。しっかり止まってるんで剥がれることはないかなと思います。やっぱ 200V でこれ溶接するのってやっぱすごく気使うんですよね。 100V の方がこういう時はいいなと思います。あ、一応入ってきますね。うん、奥まで入ったな。で、ストッパーに当たるとですね。止めてやって、少し傾いたか。万力に挟んでグイッて曲げて、だいたいいいとこ来たんじゃないですかね。これでワイヤーがだいたい一直線にかかるようになると思います。んでファンネルですね、純正のゴムのファンネルですけど、刺さるわけですが、ファンネルが当たらないぞということですね。これで、うん、十分クリアランスが取れてますよと。ワイヤーホルダーステーの格好もそんな悪くないんじゃないかなと持っています。切り取ったやつですね、うん、やっぱない方がいいね。あとはちょっと塗装してやってってとこですね。はい、今回もご視聴ありがとうございました。